共同通信によりますと、日本生命保険が実施した今年の夏のボーナスに関する調査で、回答した人のおよそ7割が去年の支給額と金額が変わらなかったと答えました。調査はインターネットで先月上旬に行われ、6600人余りが回答。その結果、平均支給額は60万8000円で、男性の平均が71万2000円、女性は39万円でした。またボーナスの支給額に不満を持つ人の割合は女性で半数以上、男性も半数近くいて、特に50代の女性が6割近くと高かったということです。はい、そこまでいいんですけど、実は何でもないニュースのように見えて、汲み取るものはこういくつかあってですね、はい、まずこれネットを使った調査なんですよね。で、例えば安倍内閣の支持率とか、はい、オールドメディアはいまだに電話がしたいですよね。だから当然サンプル数がものすごく少ないわけですよね。でこの6600人も働いてる人の全体の数からしたら多くないってことを言えるかもしれないけど、ネットを活用するとサンプル数が増えるのに、新聞社やらないんですよね。その辺も世論調査につきまとう疑惑の一つだと。それでこの結果っていうのは、その女性のボーナスがすごく低くて、で特に50代の女性にその不満が多いっていうのもね、多分生活実感と合ってるでしょ。だから少なくとも適当に電話してですよ、適当に言って、まあ本当は方式があるんですけど、電話して、そうすると最近特に多いのは回答率がすごく低いわけですよ。で回答する人は意図を持って回答するっていうことになっちゃうんで、ネットの方がずっと答えやすいわけですよね。でそうするとやっぱ現実をある程度表してて、まずこの僕がさっき言った通り賃金が上がらないってことと当然関連してるんですが、それにしても女性の賃金がその働く内容によるとは言いながらですね、今回の働き方改革法で、ね、成立した法律でいわゆる正社員とそれからその派遣社員の差をなくしましょうということですが、そういうこととも絡んでこれ男女差がやっぱありすぎるということもこれで分かります。それから僕はその2年前まで会社の経営者でしたよね。独立総合研究所はまあ異様な会社で利益追求しないっていうね、国益のみを追求するっていう会社だけども、賃金をちゃんと払わなきゃいけないっていう点では普通の経営者と同じです。そうどうしてもね、先行き不安だと、まあ独権の先行き不安は半端じゃない不安ですよね。利益がないんだからね。だから賃金払えればいいんだけど、だから利益追求しないってことはちゃんとまともな給料を払えばそれでいいわけです。会社の内部留保はいらないと、置かないと。僕個人的には貯金しませんが、それと同じだってことをやってたわけですよ。今独占、今も続けてますよ。でもどうしてもこの賃金を一旦上げると下げられないですから、だからボーナスに流れるんですよ、ね、少し社員にこのこう分ける分が増えたなと、で会社に利益は置かないから全部社員に還元するわけですけど、そうボーナスの方にやっぱり持っていこうとするんですよ。ってことは逆に言うと、賃金が上がらない時代でもボーナスは結構その 今本当は景気いいんでこう上がるはずが、それすら抑えてるんですよ、うん、ということはですね、人件費が安いところで物を作れるから賃金上がらないと別な問題がやっぱりあるってことで、日本の企業が自分で溜め込みすぎ、ね、内部留保で会社が利益追求するって会社法に書いたんだからいいと、それ違うっつうの、違います。あくまで社会に支えられ、労働者に支えられて会社が存在するんで、会社の内部留保っていうのは経営者が得をするっていうんじゃなくて、会社のリスクマネジメントとして特権をあえてそれに目をつぶって国益のためにやってるけれども、本来内部留保ってそういうものであって、せめてボーナスをきちんと増やしていかないと、結局自分の首を絞めるだけですから。ボーナスでこれ買い物できないじゃないですか。これだと要するに普段の給料でローン払いが足りないから、ね、僕もそうですけども、僕もチャールもマンションのローンずっと払ってるんですよ。これなんと70とかね、もっとか80近くなってもまだローン終わらないんですよ、ね、でそれが毎月給料で足りないからボーナスが補填するようになるから、こういうボーナスを低水準にして会社の内部留保ばっかり増やすから、だからやっぱり苦しめることになるし、これ労働運動のあり方も影響してて、労働運動を代表してるはずの野党が盛りかけ盛りかけって言ってるから、なんと安倍総理が経営者と交渉して賃上げしてくれと、こんな歪んだ逆さまになった話ってこれ誰が考えてもおかしいって、はっきり言うとクレイジーだって分かるじゃないですか。ちゃんと労働組合の支えてる政党らしいことをしなさいよ。
でしかもこういう調査も一あの生命保険が頑張ってやるっていうんじゃなくて、もっと国がちゃんとネットを使って実態を把握して男女の差に合理性がないこともちゃんと証明をして、ね、僕も実は今適当に言ってるんじゃなくて自分で調べた上で言ってはいるんですけれども、これやっぱりこれは国会議員よりも政府の仕事ですよ。だからこのニュースなんかよく聞くニュースに見えて、やっぱり重大な話をいくつもこう あるんですよね。こういうのが小池百合子都知事が大好きな方からで言うとメディアリテラシー、ね、オールドメディアでもリテラシー活用の方法はありますということなんですよね。